こんにちは、翔太です。今回は新しく来た、デラウェンアクアですね、の新カードについて、話していこうかなと思います。で、このキャラなんですけど、性能としては強いです。この3キャラすべてにですね、属性がついていて、このゲーム、とりあえず属性がついていることで相手の弱点を取れたりするので、まず属性がついている時点でかなり強いです。しかも、さらにその中でもアクアが飛び抜けていて、魔法攻撃なんですよね。このテラ、アクア、ベントス、全部威力は一緒なんですけど、アクアだけ魔法攻撃なんで、ちょっと一枚、飛び抜けてるのかなと思います。ただ、今回来たキャラたちは3体とも強いと思います。光の赤のテラ、雷属性の強物理攻撃。で、アクアは、光の青の、水属性の強魔法攻撃。で、ベントスは光緑の、風属性の強物理攻撃っていうところなんで、まあ、じわじわと属性付き物理攻撃と魔法攻撃が増えてきた印象がありますね。で、威力のインフレは起こらなかったですね。だいたい今までも25、65であったり、20、65、30、60とか、まあそんな感じの威力になっているんで、威力的な意味のインフレはまだ起こってないです。属性がついてきたっていう印象ですね。まあただ、このキャラたち強いんですけど、最近ちょっとカードの追加頻度が増えてきた印象があるんで、正直言って今回す必要全くないのかなと思います。っていうのもですね、これ見てもらえばわかるんですけど、これ提供割合ですね。で、今回ベントスとアクア、テラ、アクア、ベントス来たと思うんですけど、今までのキャラも全部入ってるんですよ。今まで来たキャラも。しかも、提供割合一緒なんですよね。よくよく見ると。なんで、まだ引かなくてもいいかなって個人的に思ってます。もっとカードが充実してきて、本当にその時のガチャじゃないと引けないようなキャラが出てくるまでは、引く必要ないのかなと思っております。個人的にこの1枚毎日無料でもらえるんで、まあ、ちょっとこのドローと、まあ、最低限カードを、多分30連ぐらいすると最低限のカードは手に入るのかなと思うので、それだけ集めて、そうですね。それだけ集めて、やるのがいいのかなと思います。まあ、最悪、ショップポイントとかも持ってる方がいれば、こちらで足りないキャラは、確保してもいいと思いますし、正直言って、今、これを回すメリットが全くないと思うので、これは回さないで、しばらくカードが増えるのを待ってもいいのかなと思います。ちょっと私はもう回さないですね。しばらくカード増えるの待ってから、チケット100枚とか貯まったタイミングで一気に回していこうかなと思っているので、その時は動画出すので見てもらえると嬉しいです。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも、キングダムハーツダークロード動画上げていきますので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。